はい、どうもお疲れ様です。FX オリガルヒの追加放送になります。え、実は今回ですね、え、速可塾の限定動画、FX をご覧の皆様にも追加動画の放送をさせていただきます。というのがね、ちょっとあの、視聴者、熟成さんの方からご指摘がありまして、えー、価格の、何ですかね、えー、いいねが間違っていたそうなんですよ。で、えー、先ほど流した動画なんですけども、 えっと、上限の方がですね、130円の485ということだったんですけども、間違えて私、140円の485って言ってましたね <laughs>。えー、つまり、ここのことです。黄色で書きますけども、ここのことを私は言い間違えておりました。ここですよ。130円の485のことを、140円の485って言ってましたんで、そこを訂正するのとともに、今私が何を考えてるのかをちょっとお話したいと思います。えっ、ー、とね、何を考えてるのかっていうことですけども、加減がですね、 ちょっとこちらの方をヒゲ先と、あとここはちょっと違うんですけども、えー、前回レンジオプションを組むときに、この線をね、切り板で取ったと思うんですよ。で、これからもうちょっと時間が経って、ここで、こう今下に下がりつき続けている陰線がですね、どういう風な形を取るかなってことで、今日の方針が決まりそうなんですよ。まあこの辺りで、跳ね返ってね、きっちりじゃなくても大体のところで跳ね返って上の方に行くようでしたら、 レンジオプションはまあなかなか信頼に値するかなってところなんで倍を入れようかと思うんですよそうじゃなくてちょっと下の方に潜っていくよでしたらもしかしたらこちらの方に新しい展開をね持ってくるかもしれませんので、えー、そうですね1つ目のレンジの加減としてはここがまず狭いんですけども候補に上がることと有力なのがここですかね、うん、こういうふうな感じで新しく レンジをを設定することを考えてているかなっていうことです1円50銭ほどのレンジがここにありますんでここで決まるようでしたらしばらくはね、えー、ここでうろうろと取っていけるんではなかろうかという風なゾーンになってますけどもね、はい、どういう風になるでしょうかもうちょっと時間を置いてエントリーを決めようかと思います